おはようございます。では今日はね、冬季講習英語やっていきましょう。でまず問題の説明からで、上にも1番2番が1文目と2文目が同じような意味になるように穴埋めやってください。で3番4番は並び替えで、5番6番は普通の穴埋めとなっておりますので、ぜひね1回ね動画止めていただいてチャレンジしてみてください。では早速ね、自分の方は解説と答えが書いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行くか。今ですね、まあ普通に撮ってたんですよ、実はこの動画をね。で、この辺かな5番、4番終わるあたりでですね、そのカメラのデータの容量がないことに気づいて、表示されてて、それが。で、どう見てもね、残りで間に合わなくて、まあ止めて、撮り直しをしております。はい。2回目頑張ります。じゃあ行きましょう。で、まず1番がですね、She is a member ホニャララ The Softball Club と。で、ここに関しては、もうこの A member ホニャララですね。まあ、一文目も二文目も穴埋めがあるので、どっかでこうヒントを持ってこないと気づけないんですが、まあ、一番目は、あ、メンバーホニャララ。で、これを使う熟語。まあ、これがね、あ、メンバーが来たら、これをね、入れてください。あ、メンバーオブホニャララです。答え書いておきましょう。これで意味が、ホニャララの一員ですと。一員。まあ、メンバーですって訳しても何も違和感ないんだけどね。一員ですと。つまり、これだったら彼女は、ソフトボールクラブの一員ですと。まあ、メンバーですっていう訳になると。で、じゃあそれと似てる風にしたいと。まあ、同じような意味にしたいんですけど、今、ビロングがあるんですよね。で、これも、もうビロングが来ていたら、で、今、この三単元の S ね。これ S は。C が主語なんで、S がくっついてるんで、ちょっとこっちのポイントは S 取りますよ。で、ビロングが来たら、こいつを使ってください。ビロングトゥーです。だから答えはトゥーになります。で、ビロングトゥーで、ホニャララに所属するという意味になります。つまり、下をちゃんと訳すと、彼女はソフトボールクラブに所属しているみたいな感じですね。まあ、結局所属しているのもメンバーの一員だ。まあ、一員っていうのも同じような意味じゃないですか。だからこの書き換えは非常によく出てきます。この二つね。で、次が、My father wasn't late ホニャララ his office と。で、まあ、私のお父さんね、が、late。まあ、be 動詞、late と来ているので、これも書いておきましょう。be late と来たら、これを入れてください。be late for です。答え書いておきましょう。be late for。これで、ホニャララに遅刻するです。遅れるとか遅刻するね。で、今、お父さんは、his office、まあ、会社ですね。彼の会社に、今、否定文になってるので、お父さんは会社に遅刻しなかったです。まあ、わずで過去形なんでね、しなかった。じゃあ、それと同じような意味にしたいと。で、上と下の文、何が違うかっていうと、こっち、肯定文になってるんだよね。否定文だったのが。つまり、さっきは遅刻しなかったって言ったので、それを肯定文に言い換えたら、間に合ったんだよね。遅刻しなかったんだから。じゃあ間に合ったを言いたいと。まあそれで、B 動詞。で、ほにゃらら、time for が来てるので、これも熟語です。B、in ですね。in time for です。で、ほにゃらら。これで、ほにゃららに間に合うと。だから、ここの答えは、in になります。私のお父さんは、会社に間に合ったよと。まあ、間に合いましたですね。というふうに訳してください。まあ、ここもね、ぜひセットで。よいしょ、覚えておきましょう。上が遅れるね。下が間に合うね。で、次が、ちょっと訳からいこうか。あやは家に帰るとすぐに料理を始めたと。で、まず、あや。で、スターティーズが来てるから、あやは始めたまではあると。ちょっとカットするか。久々にね。あやカットして始めたもありますと。で、まず、今回料理を始めたんですよね。その始めるっていう単語に関しては、その動詞がくっつけたい時があるんですよ。料理を始めた、サッカーを始めたとか、ピアノを弾き始めたとか、いろいろあると思うんですけど、そういう時に、動詞動詞っていいかの並べて作ることができないので、どう作るかっていうと、スタートの後ろに、その動詞に ing をつけます。まあ、動名詞にするんですけど。つまり今、料理
クックですよね、もともと。それも動詞なんですけど、それをくっつけたいと。だから、クッキングにするんです。start cooking。こうやってね。いいかな？これでまず、あやは料理を始めたんです。で、選択肢を見て、あ、あれ使うなって、これも気づけるようになりましょう。なりましょう。アズが2つとスーンがあります。まあ、これはアズスーンアズです。アズスーンアズ書いておきましょう。ほにゃららするとすぐにですね。で、アズスーンアズの後ろっていうのは普通に文が来ます。まあ、文が来るというか主語動詞がこの順番で来る。ので、まずアズスーンアズ入れてしまって、ここに。で、残ったのは C なんでね。C は後ろに書いておきましょう。つまり、she come home。彼女は家に来るですね。まあ、家に帰ってくると、すぐに料理を始めたというふうに使うことができますので、まあ、その二つ、ぜひね、セットで覚えておいてください。で、次が、彼は親切にも私を道案内してくれたと。で、今、he was が来てるので、一応カットするか。he、彼はね。で、まあ、まずはいいか。で、これはね、自分だったらですけど、まあ、この選択肢を見たときに、この so と that があるんですよね。の時点で、あ、so that 構文使うかなっていうふうにまあ思います。まあ、感づくというか。そうじゃないこともあるかもしれないけどね。で、so that の場合は、まず he was でしょ。で、彼はほにゃららだったって言いたいんで、彼は何だったのってことをまず訳で取ると。何だったって親切だったんですよ。で、親切って kind なんだよね。だから、he was kind。って言えば、彼は親切でしたになるんですけど、so that を使う場合、その kind の前に so をつけちゃいます。こうやって。He was so kind って。で、それが終わった後に that をくっつけて sv、まあ、主語動詞を始めていく。まあ、so kind that 切ってるから。あと主語動詞って考えたら、まあ、he showed ですよね。he showed。こうです。これでは一応正解なんです。で、どう訳すかっていうと、so that に関しては、まあ、so ほにゃらら、ざっと、まあ、てんてんてんみたいな。あまりにほにゃららなので、ほにゃららだったみたいな訳をします。だから、今ちょっとこっちのね、意味を無視してやっていくと、彼はあまりに優しかった。まあ、あまりに親切だったので、he showed me the way。私に道を、まあ、教えてくれた、まあ、示してくれた、みたいな風になります。で、それと訳してね、訳をちょっといじって、彼は親切にも私を道案内してくれたっていう風に、まあ、繋げていくんですけど、まあ、so that に関してはこういう風にぜひね、使ってください。で、あと2問ですね。次。You find hospital. ほにゃらら you are right です。で、まあ、ちょっとここ切りましょうか、これ。こうやってね。You find hospital.これはまあ、will が隠れてます。you will の省略形ですね。で、まあ、できるで、あなたはほにゃららするでしょう、みたいな感じ。で、find は見つける。見つけるでしょう。で、hospital は病院です。つまり、あなたは病院を見つけるでしょう、と。っていうふうに言ってるのね。で、最後、ほにゃらが you are right。あなたの右。つまり、あなたの右側に、病院を見つけるでしょう。道案内とかで使う表現なんですけどね。で、その時に入れる。ここは、on です。On your right. もちろん左側。まあ、俺手でこうやってもわかんないよね。左側って言いたかったらこっちか。On your left です。left。まあ、道案内よく使う表現なので、まあ、セットで。ここね。On your right. On your left を覚えておいてください。で、ラスト。finish your shopping. まず、ここちょっと、問題の趣旨とは若干ずれるんですけど、finish。これ動詞なんですよね。終えるっていう。まあ、終わるとか終えるか。動詞から文が始まってるから、これ命令文なんですよ。命令文ってね、あんまり出てこないんで、不意に出ると忘れてる方いらっしゃるんで、ちょっと復習です。動詞から始まってるから命令文、ほにゃららしなさいと。your shopping、あなたの買い物ね。あなたの買い物終わりなさい。終えなさいと。やめなさいという感じ。で、後ろが5 o'clock なんだよ。5時ね。で、これ、先に答えを書くと、これ、by なんです、by。これ、ちょっとね、珍しい使い方というか、まあ、知らない方がいるかなと思って、取り上げたんですが、これ、by に、期限というか、ほにゃららまでにっていう意味があるんですよ。使い方として。つまり、
5時までに、買い物を終わりなさいと、終えなさいよって言ってるの、この文は。っていう使い方があるんです。だから5時までに帰ってきなさいとかね、使うときは。家に帰ってきなさいと子供に言うとかね。お母さんと子供の会話とかで。とかでも出てくるんですが、これぜひ覚えておきましょう。基本的に5時とか時間の前にはアットがくっつくんですが、この場合は、場合の方が合っているので、これが正解となります。いいかな。まあこの使い方ね、ぜひ覚えておいてください。では、今日はね、英語6問やらせていただきました。今日もね、朝からお疲れ様でした。今日も一日頑張っていきましょう。